手、久しぶりの代表のゲームだったと思います。戦いを終えて今どんな感想でしょうか？めちゃくちゃホッとしています。そこはやはり勝ち切れたという部分、キャッチャーとしての思いですか？両方ですね。試合にも勝てましたし、個人としてもしっかり打つことができたんで良かったです。まずそのバッティング面ですが、ホームランに関してはご自身どんな風に振り返りますか？でも初球から積極的に行こうとは思ってたんですけど、いい形で捉えれて良かったです。逆転された直後でしたけれども、そのあたりも非常に大きかったと思いますが、どうでしょう？そうですね、絶対負けれないっていうのはもちろんありましたし、逆転された後なんとか、取り返したいという気持ちで打席立ちました。そして守りの面ですが、当然ですが普段組まないピッチャーと組みました。このあたりはどうでしたか？難しかったですね。普段は、対戦することしかないんですけど、こうやってバッテリーを組んでみて改めて、すごさも分かりましたし、大変さも分かりました。森選手自身にとってもこのジャパンの試合というのはすごく久しぶりになったと思いますけれども、この重みですとか緊張感というのはいかがでしょうか？普段こんだけ満員の中で野球することってあんまりないんですけど1ぐらいしかでもこうやって満員の中で試合ができてすごい楽しかったですし、明日以降もしっかり頑張りたいなと思います。ではこの4万人のファンの皆さん、最後まで残ってくださっています。森選手からメッセージを最後に一言お願いします。日本代表として戦うのは残り3試合になりますけど、3試合とも全力を尽くして勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。